英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？ NHK ワールドニュース、時事ニュースを使って私たちの英語力、そして情報力上げていきましょう。英語を学びながら同時に情報を学んでいきたいと思います。今日のニューステーマ、日銀、今年最後、2023年最後の金融政策会議、今日明日と行ってますけれども、さて金融政策の方針はいかに、どういう決断をするのかということで、非常に難しい政策対応を迫られていると思いますけれども、このニュースを使いながら私たちの英語力と英語を学びながら情報力をアップしていきましょう。まずこの NHK ワールドニュースを字幕ありで確認してニュースの内容、概要を捉えていきたいと思います。そして2番目は、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力アップのために、字幕を NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしっかりとたくさん話して英語を話す練習をして、スピーキング力アップ、そして音読をしながら難しい単語やニュースの内容を捉えていきましょう。3番目は、字幕なしでもう一度 NHK ワールドニュースを見て、しっかりと自分の耳で字幕なしで英語を聞き取れるのか、学習した内容、表現ですね、そして英単語を聞き取れるのかどうかチェックしていきましょう。そして最後4番目、スピーチ練習ということで、日本人が苦手と言われている自分の英語で、言葉で得た情報や感じたことを英語でスピーチする練習、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきたいと思います。生成 AI 本当にすごくてですね、まるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会を作っていくことができますので、すごくおすすめです。デモンストレーションもやっていきますので、ぜひ参考にして一緒に英語力と情報力を上げていきましょう。英検1級カジチャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、なんて思った方は迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いいたします。それでは、日銀が今年最後の金融政策会合を行っているというニュースを使いながら、今回は経済ですね、まあ為替なんかにも関係ありますけれども、このニュースを使って英語力と情報力をアップしていきましょう。 Let's get it started。さあ、ではですね、この左側の NHK ワールドニュース、右側の字幕ありで見ていきたいと思います。字幕必要な方は読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。字幕なくても聞き取れそうだ、聞き取るようにチャレンジしてみようという方はですね、字幕を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは集中して見ていきましょう。 Let's try to understand of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. The Bank of Japan starts a closely watched two-day policy meeting on Monday. The market focus is on any further signals about a possible shift in the bank's ultra-loose monetary policy.Investors speculate the central bank is laying the groundwork to end negative interest rates. This follows comments by BOJ Governor Ueda Kazuo earlier this month. Previously, Ueda said the bank will maintain negative short-term interest rates and yield curve control until achieving its 2% inflation target. He added that the BOJ will await the results of annual wage negotiations next spring before making major decisions.However, on December 7th, during a Diet session, Ueda said monetary policy management will become even more challenging from the year end. This remark triggered speculation that the BOJ may shift policy sooner, which caused the yen to strengthen against the dollar. Investors noted that in the BOJ's last meeting in October, one board member said the bank needs to be transparent about any plans to change monetary policy.さあ、どうだったでしょうか。字幕借りて一度見てみましたけれども、聞き取れましたでしょうか。日銀がですね、2日にわたる金融政策会議を今日明日と行っているということですね。そして国会で日銀の総裁の植田さんがですね、今年後半から来年早々にかけてチャレンジングになっていくという英語を使ったんですね。チャレンジング、たくさんいろんな意味がありますけれども、まあそれに市場が反応してですね、もう大規模なですね、金融緩和策を早々にやめてしまうんではないかということで、為替がですね、一時5円か6円ぐらい円高に振れるという大きな動きがありました。
このニュースを使いながらですね、見ていきたいと思います。では次はですね、先ほど聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、この原稿をしっかりと一緒に声を出しながら英語を話す練習をして、難しい単語や表現、ニュースの内容を見ていきたいと思います。視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に英語を楽しくネイティブになりきって話してですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力をどんどん上げていきましょう。ではまずこの色の変わっている部分、一緒に声に出していきたいと思います。では行きましょう。The Bank of Japan started closely watched two-day policy meeting on Monday. The market focused on any further signals about a possible shift in the bank's ultra-losing monetary policy. ということですね。右側に日本語訳出ていますけれども、めちゃくちゃ注目されている日銀の2日間の政策会議が月曜日に started、始まったということですね。closely watched というのはめっちゃ注目されているということです。The market、この会議に、マーケット、市場がですね、非常にフォーカス、集中をしていて、さらなるシグナルが出るんではないかということで、どんなシグナルかというとですね、possible shift、可能性のある方向転換ということで、この日本がですね、日銀がこれまで長い間行ってきたウルトラルーズモネタリーポリシーですね。これどういうことかというと、貸し出し金利をですね、もうめちゃくちゃゼロにしてですね、どん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 お金を借りやすくして、市場に金を流しまくるという、そういう政策ですけども、もしかするとこれをですね、方向転換するではないかと今、市場では囁かれているということですね。さあ、ではここですけども、見ておく単語表現チェックしておきましょう。Bank of Japan で日銀ですね、日本銀行ですね。そして closely watched というのは、非常に注目されているということですね。ポリシーというのは政策ですね。政策会議、ポリシーミーティング。そして、The market focus on というのは、フォーカスオン、オン以下に注目しているということですね。この father というのは、お父さんの father ではなくて、さらにという you ですね、ここが。further signals。さらなるシグナルがこの会議の後出てくるんじゃないかと、市場は注目しているということで、どんなシグナルかというと、possible shift 可能性のある方向転換ということですね。 Banks ultra losing monetary policy ウルトラっていうのはめちゃくちゃということですね。めちゃくちゃゆるゆるの金融政策ということで、なんじゃそらということですけれども、貸し出し金利をほぼゼロにしてですね、もう金利いらないですからお金使ってください皆さん、これで景気動かしていきましょうみたいな政策をずっとやってるんですけれども、その割にですね、本当に日本の景気良くなってるのかなと思いますけれども、まあそんな感じですね。それでは次、ここ音読しながら、しっかりと単語表現チェックしていきましょう。Investors speculate the central bank is laying the groundwork to end negative interest rates. This follows comments by BOJ Governor 上田和夫 earlier this month ということで、この部分、右側にも日本語訳出てますけど、Investor というのは投資家ですね。投資家っていうのは speculate、こんな憶測を持っているということで、central bank、日本の中央銀行、日銀がですね、lay the groundwork というのは基礎を鳴らしたっていうですね、整えたんじゃないか to end the negative interest rate、 このマイナス金利政策をやめるという groundwork、 基礎を整えたんではないかと investors、 まあ投資家、市場関係者は speculate、 まあ憶測を持ってるっていうですね。ネガティブインタレストレートですからね、ネガティブ、マイナス金利ですよ。マイナス金利ってどういうことかというと、銀行にお金を置いとくと減っていくっていうことですから、もう出すしかない、使うしかないっていう、そんな金融政策を日本はずっとやってたんですよね。さあでは次。ずっとやってたんですよねという過去形ではなくて、まだやってるんですけども、それをどうするかという会議ですね。This follows comments by BOJ Governor 上田和夫 earlier this month ということで、まあ、この憶測というのはですね、BOJ、バンクオブジャパンの総裁の上田和夫さんが今月の初めにですね、まあ、コメントをしたわけですね。次出てきますけども、どんなコメントをしたか。まあ、その前にここですね、単語表現見ておきましょう。Investors というのは投資家ですね。Speculate というのは憶測をするということです。Central Bank は BOJ のことですね。日銀、日本銀行、中央銀行。そして、Lay the groundwork で基礎を整えるということですね。この Google 自動翻訳のですね、音声入力機能を使うと、こういった発音が L、R の発音、日本人にとって難しいですけども、しっかりと伝わるのかどうかチェックすることができます。どんな風にやるかというと、この
音声入力には翻訳というボタンを押すと、ここが青く光ってお話しくださいと出ますので、言語を検出する方を英語にして、右側を日本語にして英語で話すとですね、先ほどの Lay the groundwork しっかりと伝われば、ここに正しい英語が出てきます。そして右側に日本語訳出ますので、非常にこの Google 自動翻訳も英語学習に使えると思います。こんな感じですね、やってみます。 Lay the ground、 Lay the groundRay the ground で地面を敷きますになってますけども、Lay the ground、 groundwork ですね、基礎を築く。Lay the groundwork、 Lay the groundwork、 Lay the groundwork、 これですね、基礎を築く、日銀の総裁が発言してマイナス金利政策やめる、 groundwork、 基礎が整ったんじゃないか、もうやめちゃうんじゃないかということで市場が反応した。そしてアメリカと日本の金利差が縮まるという憶測のもとですね、まだ何もしてないのに憶測だけで、なんと為替がドル円で5円6円動いてしまうっていうから、この人の一言がですね、どれだけ影響力を日本経済に及ぼすかということですね。今流行りのというかですね、まあ皆さんも投資なんかしてると思いますけれども、為替投資、まあ FX はちょっと危険ですけれども、本当にそういった市場の人に大きな大きな影響を及ぼす会議が今行われているということですね。さあでは次、この部分ですね、少し長いですけれども、音読をしながらしっかりと英語を話す練習をして意味を取っていきましょう。Previously, we had said the bank will maintain negative short interest rate, short-term interest rate and yield curve control until achieving its 2% inflation target. He added that the BOJ will wait the results of annual wage negotiations next spring before making major decisions. ということです。上田総裁ですけれども、何を言ってたかというと、previously というのは以前ですね。以前、総裁の、日銀の総裁の上田さんというのはですね、the bank というのは日銀ですけれども、maintain、維持する。negative short term interest rate。短期金利をですね、negative、マイナス金利に維持して、市場にどんどんお金をジャブジャブ流す。その政策を maintain、維持する。そして、yield curve control。そして、イールドカーブコントロールというのは、利率のカーブですね。どれだけ利率をつけるか、どれだけ儲けるかっていうそのカーブですけども、そのあたりをですね、低く抑えて、市場にお金をジャブジャブ流して、日本の経済刺激するよ、until 何々までですけども、achieving its 2% inflation target。日本、もう20年、30年、デフレ、物の価格が上がらない状態が続いてますけども、それから脱却するためにですね、2% インフレ、物の価格が上がるまでですね、上がることが達成するまで、市場にお金を流しまくってですね、日本景気を刺激する、その政策をメインテイン、維持すると、まあ言ってたんですね。そして、ヒアリと、こうも加えたということで、日銀ですけれども、Wait the results of annual wage negotiation next spring before making major decision. こう言ってて、しかもですね、大きな決定をする前に、next spring、次の春のですね、annual wage negotiations、春闘ですね、会社側と労働者側が交渉して、労働者側がですね、何パーセント給料上げろ、上げてくれないとインフレに対抗できない、生活が苦しいと言って、どれだけですね、その給料上げるかということを交渉するわけですよね。まあ余談になりますけど、アメリカの労働組合なんかは力を持ってますから、まあストライキですよね。前も大手自動車メーカーの従業員が一斉に働かない。給料を上げてくれるまで働かない。その給料の上げ幅もすごいですよ。日本だったら 3%、5% とかですけど、アメリカだったらですね、次の4年間で 40% 上げろとかですからね。本当にすごいなと思いますけれども、まあ余談になりましたけど、余談というかですね、まあ関連情報になりましたけれども、上田総裁としてはですね、次の春闘、本当に給料が上がって日本経済が活気づいていくかどうかを見極めるまで大きな政策変更はしないと、こう言ってたんですね。それではここ見ておきましょう、単語表現。previously というのは前に、以前にということですね。そして、ね、maintain というのは維持する。negative short term interest rates。term というのは期間ですから、マイナス短期金利ですね。短期のですね、金利をネガティブ、マイナスにする。銀行に預けといたらお金減っちゃうよ。使わないとダメだよっていう政策をすると言ってるわけですね。そしてこの
YCC と訳される Yield Curve Control ですけれども、このカーブですね、 Yield というのは利率というんですけれども、この利率をコントロールするそのカーブをですね、どうするかということも、まあ、大きくは変えないと言ってたわけですね。いつまでかというと 2% インフレーション、インフレ、今ですね、もう卵の値段もガソリンの値段もめちゃくちゃ高くて生活が苦しいですけれども、この年末苦しいですけれども、そのことですね。インフレというのは物の値段がどんどん上がっていくことです。そして次ですけれども、ネゴシエーションですね、交渉ですね、ウェッジネゴシエーションというのは賃金交渉ですね。労働者側と経営者側がですね、賃金交渉するということですね。本当にどんどん賃金上げてもらわないと困りますね。うちの会社でも頑張って交渉、組合がしてほしいと思いますけれども、組合がね、力があればいいですけれども、どうなんだろうかと思います。さあ、愚痴っぽくなってはいけませんので、次ですね、ここをしっかりと音読をしながら英語力、情報力アップしていきましょう。 However、 これ逆説できましたね、これ。しかしながら、 On December 7th during a diet session with a set of monetaryPolicy management will become even more challenging from the year end. This remark triggered speculation that BOJ may shift policy sooner, which caused the yen to strengthen against the dollar. ということで、ここ右側にも、日本語訳出てますけども、しかしながら12月7日のですね、ダイエットセッション、国会で上田さんが何と言ったかというと、モネタリーポリシーマネジメント、金融政策のマネジメントというものが become なるですよね。Even more challenging from the year end。この年末からもっとこの金融政策が challenging、厳しくなるとかですね。challenging というのはいろんな意味がありますけれども、厳しくなるって言ったらですね、日本語でカタカナ英語だとチャレンジ、どん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 アグレッシブにチャレンジしていくという意味もありますけれども、たくさんの意味があって、チャレンジング、課題が増えていく、厳しくなる、難しくなるという意味がありますから、どういう意味で言ったのかは上田さんしかわからないということなんですけれども、この発言、リマークがですね、引き金となってスペキュレーション、憶測を呼んだということで、ん？攻めていくの？上田さんもしかしたらマイナス金利やめちゃうの？と市場が反応してですね、BOJ may shift policy sooner。すぐにマイナス金利政策やめるんじゃないか。そしてそれがですね、cause、何々の原因なんですけども。yet, また strengthen against the dollar。アメリカと日本の金利差がまた縮んでですね、ドルに対して円が強くなるんではないかという憶測を呼んで、円高方向にドカンと5円か6円触れたということがありましたけれども、まあ、そういう発言が12月7日あって、今日と明日ですね、まあ、金融会合を行っている、その会議の後は、記者会見も開かれますけども、そこでですね、まあ、どういう発言、どういう政策にするかが決まったかですね、その発表に世界がですね、注目しているということです。これ本当になんでそんなに市場反応したんだろうとですね、まあ AK1 級の私は思うんですけども、このチャレンジングの意味をですね、皆さん本当に分かっているのかなと私は思ってしまうんですけども、ここ、見ていきましょう。モニタリーポリシーというのは金融政策ですね。そして become というのはなるですね。ここがポイントです。 even more challenging ですからね、もっと厳しくなっていくということです。金融政策、これどうなったら厳しくなるか、例えばですけれども、日本経済が思いのほか伸び悩んでいる、もちろんですね、私たちの実質賃金ですね、まあ、給料増えてる増えてると言われてますけれども、インフレ率と比べれば給料の伸びのが低くて、実質賃金はなんと18ヶ月連続で下がっているんですね、まあ、こういう日本経済の時に金融引き締め、貸出金利を上げるとお金が市場に流れなくなる、そうなると日本経済のですね、ブレーキを踏むことになる、これもですね、私チャレンジングだと思うんですね。難しい状況、チャレンジングだ。だからこのチャレンジングって、そういう意味で私は上田さん言ってるんじゃないかなと思ってるんですね。なぜならプレビアスリー、ここで言ってるわけですもんね。インフレが 2% 達成するまで、そして来年春の春闘の賃金交渉が終わって、本当に賃金が上がるのかが見えてくるまで、メインテイン、
ネガティブショートインタレストレート。このマイナス金利政策、維持すると言ってるわけですもんね。ここははっきり言っていて、国会でですね、英語でチャレンジングですって言ったら、どうしてそれがですね、マイナス金利政策を早々に、方向転換することに市場が捉えたのかっていうのが私よくわからないんですけれども、まあそういうふうに市場が動いて為替が変わってきたということですね。さあ、次ここ行きましょう。Investors note that in the BOJ's last meeting in October, one board member said the bank needs to be transparent about any plans to change monetary policy ということで、投資家によるとですね、BOJ の前のミーティング、10月に会った時、何人かいる、その役員ですね、議論する役員の中の一人がですね、Bank needs to be transparent というのはですね、透明性ですね。日銀透明性を持つ必要があるということで、Any plan to change monetary policy、この政策金利を変更する計画についてですね、透明性を持たなければいけないとこう発言をしているということですね。さあではここチェックしておきたい単語、transparent、透明性ですね。ポリシーというのは政策、先ほども確認しました。私もですね、まあいろいろとですね、為替に投資をしたりとかしてますけれども、自分なりに勉強をしてですね、日銀国債をですね、日本政府の国債たくさん持ってるんですね。もしマイナス金利やめて金利を上げるとですね、その国債に対して金利ですね、膨大な金利を払わないといけなくなってしまうので、簡単にですね金利を上げるっていうことはなかなか難しいと私は個人的には思ってるんですね。まあ明日会議が終わった記者会見でですね、総裁の上田さんがどんなことを話すのか、まあ、世界中の投資家市場関係者が注目していますけれども、まあそれを待ちたいと思いますけれども、私個人的な意見としてはですね、低金利政策、マイナス金利政策、来年の春、春闘が終わるまで私は変えないんではないかなと個人的に思っております。さあ皆様、しっかりとこのニュースからですね、金融に関する、英語を学びながら情報を取りましたけれども、どんなことを感じましたでしょうか。さあそれではですね、なかなか経済的な金融的な話でですね、面白くないなと思われた方もいるかもしれませんけれども、しっかりといろんな話題英語でですね、会話をしたりですね、情報をキャッチしたり話したりですね、いろんな話題に触れながら英語力を上げていきましょう。さあでは次は3番目、この NHK ワールドニュースを今度字幕なしで見ていきたいと思います。今学習した単語表現、そして内容、英語の字幕なしでしっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのか、しっかりとリスニング力ぐんぐんアップしていきましょう。それでは行ってみたいと思います。これですね。それでは字幕なしで見ていきましょう。 Let's try to understand every details of this NHK World News about BOJ meeting, very important meeting without English subtitles. Let's try to understand every details only by listening English. Let's try itThe Bank of Japan starts a closely watched two-day policy meeting on Monday. The market focus is on any further signals about a possible shift in the bank's ultra-loose monetary policy. Investors speculate the central bank is laying the groundwork to end negative interest rates. This follows comments by BOJ Governor Ueda Kazuo earlier this month.Previously, Ueda said the bank will maintain negative short-term interest rates and yield curve control until achieving its 2% inflation target. He added that the BOJ will await the results of annual wage negotiations next spring before making major decisions. However, on December 7th, during a Diet session, Ueda said monetary policy management will become even more challenging from the year end.This remark triggered speculation that the BOJ may shift policy sooner, which caused the yen to strengthen against the dollar. Investors noted that in the BOJ's last meeting in October, one board member said the bank needs to be transparent about any plans to change monetary policy. さあ、どうだったでしょうか。字幕なしで見てみましたけれども、しっかりとですね、聞き取れましたでしょうか。たくさんいろんな英語を聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに鳴らしながらですね、いろんな
話の中で使われる独特の英単語や表現もしっかり覚えながらですね、全体の英語力を上げていきましょう。さあ、ここまではですね、123とこの NHK ワールドニュースを使って、しっかりと情報を得ながら英語力アップできたと思います。次は、そのインプットした情報を自分の英語、自分の言葉で相手に伝えるスピーチ練習をマイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、この島国日本ですね、海に囲まれた島で住んでいるわけですから、普通日常生活で英語を話すこと、話す必要性、ほぼゼロだと思います。ですので、話せないというのも仕方ないですし、話せなくても全然生活できるんですけれども、それだとどうしても英語のスピーキング力をアップすることは難しいので、いかにですね、この日本で英語を話す機会を増やしていくのかというのがとても重要な課題になると思います。ですのでですね、小学校とか中学校の教育、英語教育現場でですね、まあ、受験英語で読み書き聞きっていうのが大切なのはわかりますけど、もっともっとですね、韓国とか中国みたいにどんどん英語を話す練習をですね、子供たちにさせるといいと思うんですけれども、まあ、そう言ってても私は教師ではありませんので、この動画を見ていただいている皆さんにですね、ぜひ素晴らしい方法を今からデモンストレーションしながら紹介したいと思います。それはですね、この今画面に映ったマイクロソフトのチャットです。これ何がすごいかというと、生成 AI を搭載していて、生成 AI というのはですね、人のようにしっかりと文脈からですね、相手の人がどんなことを言いたいのかということを理解して、それに対して関連する応答をですね、英語で返してくれるんです。ですから、まるで英語を話す外国人と話しているような感じで、英会話している感じで、コレスポンドできるわけですね。やり取りができるということで、非常にいい練習になると思います。それでは、今からこのマイクロソフトの Bing チャットを使って、どんな風にですね、練習しているのか、スピーキング力を上げているのか、デモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。今画面にですね、映っている文字すべて英語になってますけれども、英語を話して英語を聞くということで、英語中心ですので、言語をですね、日本語から英語に設定変更しています。言語設定のところからですね、英語に設定して使うようにしてみてください。もうその後はですね、もうこのボタン、Use Microphone というボタンをクリックして、英語で話しかけると、話しかけた英語の内容に沿ってこのチャットが、英語のスピーキングと文字で返してきてくれます。まるで友達と英語で話しているような感覚でですね、英語を話すことができます。あと、日本人ですね、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、英語を勉強している人に聞いてもですね、なかなか言葉が出てこないっていうんですけども、実は英語ができないんじゃなくて、話す内容がまとまっていなかったりですね、話す内容がないっていうことが多々ありますので、私の場合はですね、まあ、話す内容、何話そうかなってなるので、先ほど見た NHK のニュースなんかの情報をですね、それをしっかりと自分の英語で話せるのかどうか、そして英語を見ながら感じたこととかですね、得た情報について、それをもとに自分の思いなんかを英語で話す練習をしています。この話すネタがないとですね、なかなか言葉が出てこないということで、日本語でもですね、なかなか喋れないと思いますので、まあ、ネタを見つけてからそのネタでですね、話しネタで英語で話していくということを私はやっています。さあでは、このボタンを押してですね、相手はチャットですけれども、軽く挨拶なんかをして、NHK ワールドでこんなニュース見たんだ。今、日銀が2日間ですね、とっても注目されている重要な金融政策を決める会議やってるんです。英語の練習でスピーキング力高めたいので、それについて一緒にチャットっていうのはですね、話をするっていうことですよ。チャット、英語でしたいけれどもいいかなみたいな感じで、英語を話して練習してみましょう。では行ってみたいと思います。このボタンを押してですね、Let's try to speak in English. Let's practice. Hi, Bing. How are you doing today? I just checked latest news about BOJ meeting from NHK World News.I would like to improve my speaking ability in English. So I would like to make my speech about that news topic in English, and I would like to share it with you in English. Is that okay?
And if possible, please correct me if my pronunciation, grammar in English or like that is not correct. Please correct me. It will be very helpful for me by your advice, from your advice.こんな感じで英語で話すと聞き取って文字に起こしてくれてですね。Hello, I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're interested in improving your English speaking skills. I'd be happy to help you with that. Regarding the latest news about BOJ meeting, I'm not sure which specific news you're referring to. Could you please provide me with more information or a link to the news article? That way, I can better understand the topic and provide you with more accurate feedback.Also, I'd be happy to help you practice your English speaking skills. You can share your speech with me, and I'll do my best to provide you with constructive feedback on your pronunciation and grammar. I'm here to help you improve your English, so don't hesitate to ask me any questions or for any help you need. Good luck with your speech. 本当にすごいですよね、生成 AI。人と話しているように自分の言ったことに、正しい内容でですね、返してきてくれて、BOJ の話なんだけど、まだどんなこと話したいのかもよくわからないから、記事とか何について話してるのか教えてっていうところとかですね、英語話す練習したいんだって言ったらいいですよ、手伝いますよ、もし間違ってたら教えてあげますよ、ということで帰ってきて、本当に人間と話してるみたいですけども、それではですね、NHK ワールドニュースから得た具体的な情報を話していきたいと思います。どんなことを話そうかなと今 NHK ワールドニュースを思い出しながらですけども、世界中の投資家市場関係者が、注目している2日間の日銀のですね政策会議が始まったということですね。それと、もしかすると日銀がこのマイナス金利政策、超低金利政策ですね、ウルトラルーズングポリシーをやめるかもしれないと市場は思っているということですね。そしてやっぱり一番気になるのはですね、上田総裁が言ったチャレンジングという言葉ですね。このチャレンジングの意味って本当はどういう意味なんだろうかと。私はですね、チャレンジングというのは becoming difficult、 難しくなっていく、そのことをチャレンジングだと思うんだけれども、その解釈で合ってるのかな、どうかなということを聞いてみたいと思います。では行ってみましょう。 Thank you very much for your replySo the topic I'd like to make my speech is about very important policy meeting, which is continued for 2 days, today and tomorrow. I guess not only in Japan, but also around the world, market related person and investors are focused on what kind of decision Bank of Japan will make at thisvery important 2 days meeting. There is a speculation that Bank of Japan will end super ultra monetary easing policy to raise interest rate, but nobody knows until BOJ top Ueda will make a speech and make a remarks after that meeting. And what I would like to ask you is thatIn December, Governor of BOJ, Ueda Kazuo, made a remarks and he used the word challenging. What he said is monetary policy decided by BOJ will become more challenging the end of the year and the beginning of next year. And market person and market reacted to this word challenging.But in my understanding, challenging in this context means becoming more difficult. I think that is the meaning of challenging. So, of course, true meaning of this challenging is only known by Kazuo Ueda. But for me, I understood the meaning of this challenging is more difficult.So how to handle Japanese monetary policy become very difficult is my understanding about what he said. So what do you think about the definition and the meaning of
challenging in this context. コンテクストね、文脈ですね。この文脈のチャレンジングっていうのはどんな意味だと思いますか？ちょっと難しいかもしれないですけども、チャットに質問してみました。そうすると返ってきますからね。Thank you for sharing your thoughts on the Bank of Japan's monetary policy meeting. It's an important topic that has garnered attention from investors and market-related individuals around the world. According to the latest news from NHK World News, there is speculation that the Bank of Japan will end its super ultra-monetary easing policy to raise interest rates. However, the outcome of the meeting is still unknown until the BOJ's top officials make their remarks after the meeting.Regarding your question about the meaning of challenging in the context of the governor of BOJ's remarks, it seems that you have interpreted it correctly. In this context, challenging means that the Japanese monetary policy will become more difficult to handle at the end of this year and the beginning of next year. The true meaning of the governor's remarks is only known by him, but your interpretation is a reasonable one. If you would like to practice your English speaking skills, I'd be happy to help you. You can share your speech with me.And I'll do my best to provide you with constructive feedback on your pronunciation and grammar. Good luck with your speech. こんな感じでですね、返してくれましたけれども、まあ最初、この部分はですね、まだ政策会議終わっていないので、どうなるかわからないということで、私が質問したですね、この文脈の中のチャレンジングっていうのは、私としてはですね、becoming more difficult、もっと難しくなっていくっていう意味だと思うんだけれども、この考えどうかなって聞いたらですね、まあそれで reasonable、まあ理解できるよ、そうだと思うよ、ということでですね、このチャットも返してくれました。ただですね、Governor's remarks is only known by him ということで、どんな意味で使ったかはこの上田総裁しかわからないということで、まあそうなんですけども、こんな感じで返してくれます。まあ本当にこの Microsoft Bing のチャットを使うと、今デモンストレーションしているように、まるで友達とかですね、英語を話す外国人の方とこういったトピック、英語を使いながら、英語を話しながら意見交換をしているような感じで、楽しくですね、知識を深めながら、そしてこの帰ってきた英語の中にでもですね、わからない単語、難しい単語があれば、それをまた調べることによって単語力、表現力、どんどん上がっていきますので、めちゃくちゃいい英語学習のツール、道具になると思います。例えばですね、ここで constructive、建設的なって意味がありますけれども、これがわからないとすると、この意味をですね、英語で聞いてみるということもできるんです。例えばこんな感じですね。Thank you very much for your opinion and comment. I have one question. Could you tell me the meaning of constructive in English as well as Japanese? こんな感じで、日本語と英語で constructive の意味を教えてと質問すると、You're welcome. The word constructive in English means something that is useful and helpful, rather than negative and unhelpful.In Japanese, constructive is translated as 建設的な、建設的 NA. I hope that helps. ちょっと人が変わりましたけれども、こんな感じで、日本語では constructive というのは建設的なっていう意味ですよということで、もう本当に生成 AI すごいなと思うんですけれども、これさえあればですね、たくさんいろんなことを知れますし、今やってるように英語を話す機会どんどん増やしていくこともできる。そして、上手な英語をスピーキングで返してくれますので、こうやってやり取りして聞くだけでもですね、しっかりとリスニング力アップになると思います。しかも、まあ私はですね、基本的にこういった、まあ時事ニュースを使ってますけれども、子供だとですね、時事ニュースなんか面白くないわけですから、例えばスポーツが好きな子はですね、スポーツについて自分の好きなスポーツ、質問することもできると思うんですね。例えば私、バスケットボールやってましたので、まあ現役時代はですね、皆さんも知ってるかもしれませんけれども、God of Basketball ですね、バスケの神様と言われたマイク・ジョーダンがいてましたけれども、例えば、バスケの神様って誰か知ってる？このチャットに聞くとですね、おそらくマイク・ジョーダンって返ってくると思いますので、やってみたいと思います。I have a totally different question related to the sports. Do you know who is God of Basketball? バスケの神様誰か知ってる？って聞いてみました。
Yes, I am familiar with the term God of Basketball. なんか止まっちゃったので、もう一回話してって言ってますね。Your spoken English is stopped in the middle, so could you repeat it again about the above sentence?I apologize for the interruption. I'll repeat my previous response for you. The term God of Basketball is not a real person or entity. It is a term that is used to describe a basketball player who is considered to be the best of all time. There are many basketball players who have been given this title, including Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, and Wilt Chamberlain, among others.These players are considered to be the greatest basketball players of all time due to their exceptional skills, talent, and achievements on the court. However, the title of God of Basketball is not an official title, and it is not recognized by any official basketball organization. It is simply a term that is used by fans and enthusiasts to describe the best basketball players in history. I hope that helps.もうこんな感じでですね、途中で止まっちゃった時なんかもですね、途中で、止まっちゃったからもう一回話してくれるって言うと、分かった分かった、ごめんごめんっていう感じで話してくれましたけれども、私が考えてたゴッド・オブ・バスケットボール、マイク・ジョーダンも出ましたけれども、一人だけじゃなくてですね、レブロン・ジェームズとかコービー・ブライアントとかですね、ウェルト・チェンバレン、まあそういう人たちもバスケの神様としてまあ知られているという、こういうふうにですね、まあ何も難しい時事ニュースだけじゃなくても、こういう感じでスポーツとかエンタメとかですね、何でも返してくれますので、これを使いこなせばですね、子供たちも楽しく、喜びながらですね、英語を話して、どんどん英語を話すことに慣れて、日本人が苦手と言われているスピーキング力上げていけると思います。皆さんもですね、視聴者の皆さんもぜひ、このマイクロソフトの Bing 使いながら楽しく英語のスピーキング力、そして英語の全体的なスキル上げていきましょう。さあ、真面目なニュース、真面目な顔に戻りましたけれども、いかがだったでしょうか ?NHK ワールドニュースを使って、日銀今年最後の非常に重要な金融政策会議を行っているというニュースを使って、私たちの英語力をアップしながら情報力もアップできたんではないでしょうか。研究家事チャンネル、引き続き英語力、情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、いいな、ためになるな、使えるな、なんて思った方は迷わず、研究家事チャンネルのチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。お友達に英語を勉強している方がいたらですね、研究家事チャンネルっていうチャンネル、時事ニュースを元にメインで、英語力、情報力アップできる動画配信してるよ、なんて言ってですね、このチャンネルの共有宣伝していただけても非常に I'm gonna be very happy とっても嬉しいので応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力ぐんぐんガンガン上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.